私も知りたくてちょっと今回やったんですけど、絶対リサ高
り、例だったら狐とかいろいろなんかイメージして描いてて、ちょっとぜひ見てください。すごい上手いんですよ。で、絵心が誰があるかっていうのはね、 HR に絵心があるのは。逆に他にこのメンバー以外だったら誰があると思いますか、絵心。レーター絵心マジでないからマジでない。他は絵心ありそうな絵描いてもらうことある人、メンバーにスプーンパンプで。なるちゃん、なるみは下手くそだって。だって、ね、人間描いた時手と足が棒一本だから顔まではねうまく描けてんだけど、他は誰か描いてもらった人います？久米さん、足うまいよ足うまい。そう、うまいっていう人に限ってね。美術、私成績比較的良かったんですよ。美術だけ4でした。他5だった。ちょっと待って、仲裁アピールしようと思ったんだけど、美術だけどうしても5にならなくてずっと4でした、中学生の頃から。高校になってから美術なかったからね。あ、できた、パーでできた。遅いよ、2人できた。あ、きゃできた。あ、いつもできた。じゃあちょっと、かなでハイマイク持って、はい、はい、はい、できた。じゃあ、かなではやっぱ一番上手いだろうか。一応最後に撮ってもな。あ、いや、どうしよう、かなでトロピックサマー、明日のために塊です。3曲続けてお聴きください。
ね、なんかこう2人で遊んだんだけどね、なんかすごく女の子としてかな、なんかね、すごいね、キュンときたの、レイタンと一緒にいると。お、え、お、私は男と見て男男え、どう、マイルの彼女に。ダメです。ダメですね。どうしてそんなこと言うの。なんで、レイタン、ダメなの、マイルの。恥ずかしがっちゃった。ちょっとください。
いただき、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、で、ちょっと今日は、みんなが、お二人が好きで、全力で好きで、負けないなっていうものについて聞こうと思います。皆さん全力で好きなものありますか？負けないよっていうぐらい好きなものありますか？好きな負けないもの、お、何ですか？そうですね、いやーやっぱり
私ツイッターとかにも上げてるんですけど、ね、はい、なんか腕が曲がるんですよ。カフタもね、そうですよ。だからいろんなポーズができてすごいなんか楽しいし可愛いです。ほら可愛いんですよ。ありがとうございます、ありがとうございます。少人数しかこれ拍手してない。5歳児、2人の方が5歳児、はい、じゃあ最後の曲いきたいと思います。はい、すみません。は
みんなで一緒に盛り上がることができて本当に楽しかったです。はい、来週の土曜日は劇場で通常公演で、日曜日が若番組公演となっていますので、皆さんぜひ劇場にお越しください。はい、そして日曜日3月2日は私とレイちゃんとマーノのスプラッシュレボリューションが広島に遠征します。広島県民文化センターホールで行われるアニプリズムご当地アイドルライブに出させていただきます。ユースニーマを見てる皆さんも、ここに来てくださってる皆さんも、よかったら応援しに来てください。よろしくお願いします。はい、そしてこの後は2回目公演となっていますので、皆さんぜひ2回目も盛り上がっていきましょう。はい、ありがとう。本日はありがとうございました。ありがとう。そんな嬉しくなさそう。
はい、できてる？できてる？はい、元気ないけど大丈夫？大丈夫です。大丈夫？じゃあまずは歌編、歌編、MC 編、MC 編と歌編がありまして、はいはい、あ、物販編が、物販編が。なんでですか？
みんなを撃ち落としてください。はい、頑張ります。はい、ということでアンコールの曲をいただいたので今日に行きたいと思います。はい、アンコールありがとうございます。アンコールの曲はアリスの時間バリカタです。まず最初にアリスの時間をお聴きください。
来場いただきましてありがとうございました。それではただいまより物販の準備をいたしますのでご協力よろしくお願いいたします。1列目から3列目までをステージの上に、5列目以降を後ろの方に移動させます。ご協力よろしくお願いいたします。写真はエントランスの方